どうも、ハンサムクロジです。ホグワーツレガシー続きやっていきたいと思います。ハリポッター世界を冒険するアクション RPG、オープンワールドアクション RPG です。トンボ攻撃できるかな？当たらない。はい。ということで、今回は外にいます。こんなこじんまりしたとこでうまくやれる？こじんまりしたとこにいますが、せっかくなんで、このゴブリンちゃん。悪いけどまだ荷車を取り戻してないんだ。この人かわいそうなんで、この人を助ける仕事しよう。どこだっけ？クエスト。連れ去られた荷車。これです。これやりましょう。こっち。ちょっと離れたところに行って、悪い奴らを懲らしめる。グリンゴッツのゴブリンにしたことを考えると、アーンのことも不思議じゃないな。ね。ひどいことするぜ。しかしさ、景色綺麗じゃない？このゲーム、遊んでた印象なんだけど、なになに？敵？雲いるの？雲いる？あ、あそこに雲いる。遊んでた印象なんだけど、なんか視点がね、低くなりがちなんですよ、意外と。よし。ちょっと戦ってみよう。アクション。あ、案外弱い。おっと？どこ？あ、いた。あ、よいしょ。倒した。呪われてるよ。呪われてるんだ。なんか倒すと、何匹か倒すとなんか、おー、蜘蛛の牙ゲット。わ、すげえ。ちゃんと、オープンワールドっぽくなってきた。ずっとさ、学校の中で過ごしてたから、外に出て敵と戦うっていうのが新鮮でめちゃくちゃ面白い。よし、見つけたらどんどん倒していこう。うわ、でかい牛、これも敵？敵じゃない。かわいい牛でした。こっちかな？あ、ちょっと寄り道、池がある。羊さん。そして、道具。アクション。道具というか、材料ですね。あれも取れる。なんかある？ここ。あ、なんか落ちてるぞ。金。21円ゲット。いっぱい。ムーンストーン。おっと、敵がいるな。左下のミニマップに赤いのが見えます。お、見張りのカニ、お肉も、OK。アクション。あ、こいつは硬いな。オッケー。アクション。よいしょ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 。倒した。なるほど。あー、なるほど。こっからまっすぐ行ったら野営地だけど、まあ、ぐるっと回ってもいいし、どうやらこっちにも敵がいるな。カニグモだ。倒そう。アクション。よいしょ。てアクション。レビオン。はいはいはい。倒した。ここなんかある。わっ。おっと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 。倒した。なんだこれ。うわ、なんか糸に絡まってる人がいる。おっとっと。倒した？これで。あ、左。オッケー。大丈夫か、あんた。おい、
これどうしたらいい？これかな？レパール。ダメだ。ダメだ。うわぁ、どうにもできない。あ、炎じゃない？インセンディオ。あ、やった。うわぁ、いっぱい出てきた。プロット。アクション。アクション。インセンディオ。あぶね。うわぁ、痛い。やば、インセンディオ使えない。インセンディオ。痛い、インセンディオ使いたい。やばいやばい、死ぬ。おいしょ。オッケー、インセンディオ。人の一生は運命に決めるのか。ちょっと待ってよ。アクション。アクション。よいしょ。倒した。ルックオフの代わりに働くなんて。あれ？消えた。せっかく助けたのに。ここは？インセンディオ。よっしゃ。宝箱発見。密漁者のコートゲット。あれ、さっきのやつは何だったの？なんかルックウッドの代わりに働くのはなんかとか言ってたから、罠だったのか今の。なんかムカつくぜ。強かったし。よいしょ。まあいいや、こっちにも敵がいる。やべ。姿隠し、目隠し、これだ。目くらまし術を使おう。人がいっぱいいる。動物に食わせるか。動物に食わせてもらうか。報酬を選んだだけだ。いいわ。でもそんな病気にやられるのはマグロから。犬ってバレそうじゃない。心配しすぎだよ。どうしたらいいんだろう。おお。なんかこう後ろからさ。スニークキルみたいなのできないかな。アイアンデルとはしっくりこない名前だな。今のは痛え、犬やべ。よし、犬やばい。おいしょおいしょ、倒した。かわいそうだけどやっつけた犬。ここは密漁者がいた場所だけど、廃墟を過ぎた。道は合ってる。おうほうほう、道は合ってる。インセンディオ。あれ、なんか上にもあるな。落ちた。うわ、なんだ、何だったんだ。ん？うわ！やべえ！でけえ！古代魔術使うか。おいしょっと。強すぎ。アクション。最強だな、この男。いてて。ストーンゲット。レベリオ。ちょっとこの建物探索させてください。宝箱あるじゃん。インセンディオ。うわ、ずっと昔に捨てられたんだ。ちっちゃい雲。僕に会ったのが運の月だね。そうだぜ。小さな雲ごときにやられるかよ。ここ登れないの。レベリオ。
か他にも箱ありそうだったけど。あ、奥か。ああ、そこにもでっかい箱ある。うわ、二つある。どうやって開くんだこれ。インセンディオ。ダメだ。わ、燃えてる？あ、壊れた。開けれないんだけど。おいしょ、おいしょ、おいしょ。あ、わかったわかった。押すんじゃないわ。引くんだ。アクション。よいしょ。あ、引っかかった。アクション。よいしょ。赤チェックのコーディネートゲット。これだけ？なるほど。これは、インセンディオ。燃やして、これは違うのか。ここは入れないか。レベリオ。あとはそこね。ここ入れる。インセンディオ。違う？あ、上だ。あ、上だ、上だ。これに登るんだ。登れない？あ、壊しちゃった。なんてこったい。じゃあ、これ持ってくればいいのかな？待って。レビオーソル浮かして、アクションで引っ張ってくる。よいしょ。こっち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 。オッケー。よっしゃ、登れる。うわ、かっこいい。よいしょ。おお、すごい。うわ、魔法駆使してる。さあ、降りましょう。これなんだろう。あ、ケルトの輝きマフラー。これは結構強いアイテムっぽいな。インセンディブ。よし。よいしょ。ということは、この魔法使えば、ここの壁も通り抜けられるね。アクション。おいでー。こっちこっち。待って。レミオンさん。アクション。よいしょ、ここ。登るよ。おし、いけた。おいしょ。わーっと、うまく登れなかったぜ。頑張れ。むずいな。あれ？うまく登れない。こっちじゃないのか？アクション。こっちの壁の方がいいかな。うまく引っ張れないな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。うわぁ、登れないじゃん。登れそうなのに。レベリオン。まあ、こん中別になんかあるわけじゃないっぽいし。いっか。もう何もないね、ここは。なんかあるかな。気になっちゃうな。こっちから上がって、上行けそうだよな。ちょっともう一回。レミオーサ、アクション。よいしょ。上がれた。よいしょ。お、上がれた上がれた、やっぱり。それで、ここ通って。お、なんだ？松明。インセンディブ。燃やせ。うわ、捕まってる人がいる。
大丈夫？助けたぞ、一人。え？お金ゲット。上は？降りれる？降りれる。あれ？粉々に砕けた、もしかして。レベリオン。あ、そこに箱、ああ、あれはさっき操ってた箱か。OK。うん、もう大丈夫。もう何もないね、さすがにね。よし、行こう。え、ちょっと待って、こっちに洞窟あるよ。全然、あ、レビオーソ。レビオーソだ、これ。レビオーソのマークだもん。で、あ、わかった、わかった。なんか気持ち悪い、なんかうねうねしてる。キノコか。取っとくか。はい、キノコゲットで、わかった。アクション、アクションで引っ張ってくる。オッケー。開いた、開いたぞ。ごめんなさい、寄り道します。調べるべきだな。そうだよね。眩しいぜ、ここ。なんだ、明る。うわ、何これ、眩しい。うわ、ちょっと待って、眩しすぎるんだけど。うわ、逆に何も見えない。何ここ、夜来た方がいいんじゃ。あ、暗くなった。え、どういう仕掛け。まあいいや。わあ、それぞれの寮のマークじゃないこれ。え、かといって別に何もない。うわっ、すごいびっくりしちゃった。箱だ。素朴なナイトキャップゲット。レベリオン。ああ、お、ここもだ。何もねえ。インセンス。レベリオン。あ、ここも開くよ。何もないか。ああ、怖かった。急に開くもんだからさ。まあでもこれだけっぽいね。よし、出よう。ああ、ドキッとした。ああ、なんかあるっぽかったけど。うん、オッケー、大丈夫。ああ、怖かった。アクション。ムーンストーン大量ゲット。何に使うのか未だに分かってませんが。さて、そこら辺に敵がいるぞ。雲がいる。アクション。ああ、痛い。レビオンソン。よし。はい。オッケー。さっさと片付けるに限るな。うん。レベリオン。うん。よし。向かおう。霧がすごくなってきた。ちょっと待ってくださいね。装備品を。イベントリは、なんだろう。ああ。手に入ったアイテムはいいとして、チャレンジだ。戦闘。ゲット。鎧ゲット。装備してみよう。いろいろ手に入ったからね。これは違う。帽子、新しいの手に入った。これ強い。プラス1。防御力。かっこ悪い。服装も新しいもの。あー、でもそんなに強くない。マントは？今つけてる方が強い。首元は強いぞ、これ。
ケルトの輝きマフラー。でも僕のスタイルじゃない。よし、ちょっと強くなった。あ、暗くなってきたな。暗いのやだな。ちょっと寄り道しちゃったんで。よいしょ、道に戻れっていう指示がね出てます。なになになに、ニワトリか。道が二つに分かれてるな。レベリオ、おお、キノコがあるのと、わあ、明らかに敵っぽいやつが、ゴブリンかな。野営地だ、ここだな。握手。はいはい、レビオさん、私は休まない。お前にとどめを刺す。アクション。オッケー、最後までランログの嘘を信じたままだったね。あ、ウィゲンウィルド薬ゲット、レベリオ。よしよし、あ、でもここか。オッケー、そこだ。さあ、姿くらましで、目くらましか。正面以外からでもいけそう。そうだね。とりあえず周りのやつはやっつけたから。ぐるっと回るか。ちょっと周りの様子を。アーンは後悔する。まだわからないなら、見せしめになってもらおう。どっかから入れる。あ、こっから入れるな。あ、入れねえわ。狭くて入れなかった。どこから入れるだろうか。この上から入れる？あ、入れない。ここ行けんじゃない？いけない。どこか入れる場所ないか、裏から。触ってもない。だが真っ先に俺を疑ってくれてよかったよ。おかげでお前の本性がよくわかった。わからん。信奉者のレンジャーからクロスボウのボルトを盗む。まあ正面から行って、わーっと、見つかる見つかる見つかる。まだ見つかってない。オッケー。わっと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 。こんな剣初めて見た。おお。どうする？やべえ、見つかった。レビオン、やべ、障害物か。アクション。オッケー。姿くらまし。あいつ一撃でいけるだろう。オッケー。つえ。さて、あと二人ね。上にいるよな。あ、いた。あと一人。何人いるの？よく来たな、嬉しいぞ。
あ、いっぱいいる。おいしょ。あー、いっぱいいる。5人もいる。こんなにいると思わなかった。うん、ポケットに穴が開いてた。あいつやっつける。いくぜ。オッケー。あと1,2,3,4人か。大丈夫。侵入者だ。平気。あ、いっぱいね、いっぱい来たね、遠くから。これじゃあ才能の持ち腐れだ。アクション。そこにいるなら出てくる。あ、やべ、違う。何をターゲットしてる。あ、そうそうそう、これこれ。我々は止められん。わ、何こいつ。もうでっかくなるのこの人たち。私をからかす。だけにお前の人生より長く戦っとらん。死ぬのが先の場。よし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 。レビオン。オッケーオッケーオッケー。あと何人？三人。お金ゲット。ちょっと待ってね。一人撃破。よいしょ。終わり。あと二人。姿くらまし。目くらましか。おっと、予想外だけど嬉しい。アイテム回収。装備スロットいっぱい？失礼します。本当に不要なやつ捨てようか。このマフラーいらないな。破棄。オッケー。あと二人。どこにいる？終わり。あと一人。金ゲット。あ、上にいるね。ほい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 。どこ。よし、倒した。爽快だったな。アーンの荷車を解放しよう。オッケー。あ、装備スロットがいっぱいで取れない。いらないもの。これ捨てる。オッケー。あと暗いから。ルーモス。金のシルクローブゲット。さあ、ゆっくり探索しましょうか。箱。リンケルド薬ゲット。姿隠して戦えば結構楽だな。おお。武器を研いでる魔法で自動で。レベリオン、ルーモス。なんだここ。草。失礼します。すげー、ちっちゃいベッド、かわいいね。おお。レベリオン、ルーモス。あ、なんだこれ。
この転がってるボールみたいなのなんか使うっぽいな、謎解き。うん、何もない。あ、ここ開くぞ。よいしょ。おっと、これか。アーンの元に帰れ。荷車がアーンのとこに帰ってく。すごい魔法。へえ。わーわー、いっぱいあるじゃん。乗ってもいいかもね。乗れる？あ、乗れるんだ。あ、乗れないや。勝手に帰ってどうぞ。連れてってくれるのかと思っちゃった、僕のこと。宝箱。あ、これも。でかい箱。レベリオ。装備スロットがいっぱい。これいいや。これだいぶ重要っぽい。ルーモス。よっしゃ、マフラー強そう。よし。あとは、あ、これか。今度は何をする気？あ、これは足場に使う箱だな。どっか高いところに登るための道具。ということは。レビオーサ、アクション。こっち？ここに登るため？よいしょ。よいしょ。おー、あった箱。ルーモス。またいっぱいだよ。でも強そうな服しか、あ、これいらないな。はっきり。エメラルドのハイランド風コーディネートゲット。レベリオ。さて、周りあとは？仕掛けっぽい色があるのと、キノコがいっぱい生えてる。この丸い仕掛け、なんだろう。あとはでもなさそうだね。よし、これだ。ゼニアオイ。あ、あれだ。ルーモス。マーリーンの謎解き試練。ゼニアオイ。パラー。きた。何すりゃいいんだっけ。丸がいっぱい。わかった。さっき見つけたこれだね。レビオン、これを持ってくればいいんだ。待って。レベリオ。何個かあるから、うん、一個ずつはめていくか。アクション。ここにはまれ。おー。はい、一個完成。なるほど。レベリオ。この弾が、いろんなとこにあると見た。あ、宝箱発見。装備スロットがいっぱい。いや、もう、ないよ。あ、これいっか。マフラー。弾、あ、外にある、外にある。これだ。アクション。おいでー。ここかな。来た。やったー。2個目。レベリオ。まだあって、外だったよね。確かこっちに。あった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 。発見。アクション。あれ？インセンディブ。焼けばいいのか。アクション。オッケー。引っ張ってくるよ。どこだっけ？あ、ここだ。来た。
ルーモス。よし、これで完了。オッケー、周りの試練クリア。あ、クリアしたという事実。よし、帰るか。じゃあここはもう何もなさそうだな。アーンの元に戻る。おっと、これは？なんだろう、ここに何かあるけど、まあいっか。ここにも何かあるっぽいな。ちょっとここだけ寄っていいですか？なんか点があったから気になる。気球だ。中国が飛ばしてる気球じゃないよね。あ、狼がいっぱいいる。アクション。おっと、アクション。待って、どこどこ。あ、怖い怖い。レビオンさん、アクション。オッケー、レビオンさん。ふう、もういない。レベリオン。いや、いっぱいいるな、犬。来い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 。アクション。闇の野犬だから容赦しないよ、主人公は。こういうもの、闇の生物に対しての攻撃をする、こう気持ち揺るぎないからね、この主人公。アクション。レビオンさん。よし、倒した。レベリオン。よいしょ。袋、あー、これもアイテムか。装備品だ。これ捨てよ。奇妙な銀のメガネ。ここは何だったんだろう結局。なんかある？沼地？あー、なんかこの石とか、あ、魚、なんか意味ありそうだけど全くわからん。アクション。いっか、よし帰ろう。アーンさんの元へ帰ろう。ホグワーツの地図、あ、違う、ワールドマップ。これここでいいのか。よし、なかなかいい感じの場所だね。帰ってきた、アーンさん。アーンさん、の前に装備売ろう。あ、でもアンさん、あー、いや、ちょっと待って、売ろう。セミさん、どうも。どうも。どうしたんだね。商品を見てもいいですか。何です。
今日は何をお探しかな。あの、売りに来たんです。変なメガネ、マフラー、密漁者のコートもいいか、セーター、いや。オッケー。とりあえず3つぐらい売れば。また来てくれよ。よし、取り返したぜ、アーン。商品がいるのかい？アーン、いい知らせだよ。荷車が帰ってくる。なんて言ったらいいか。持ち物を取り戻す望みなんて消えかけてたのに。ランロクの仲間たちは魔法族を信じる俺をバカと呼んでた。信じてよかったよ。なんて言おう。あ、草。草が、草で顔が隠れる。手こわかった。激しい抵抗にあったよ。手こわかった。あんたが無事でよかったよ。ああ、取り返すのが待ちきれない。特に俺の絵。絵見たいなあ。なあ、あんたには感銘を受けたよ。俺は長年魔法使いと付き合ってきたが、いつもうまくやってこれてた。次の作品は俺たちの関係性についての賛辞にしてもいいかもな。それはいいね。ぜひ。いい考えだね。幸運を祈ってるよ。始めるのが待ちきれないな。改めてありがとうよ。めっちゃいいやつだな。えい、完了。元気でな。はい。ぜひ見せて。ちょっと覗いていきなよ。ああ、もう帰る。ああ。材料とかを売ってくれるんだね。ありがとう、わかった。また。寄ってくれてありがとう。はい。またいつでも来てくれよな。また用事ができたら来るね。絵本に出てくる村みたいだな。さて、じゃあメインクエスト行く？メインクエストっていうか、学校のクエストをいくつかやりたいよね。広いね、広いね。ここまで行ける。こっちもここまである。わあ。色がついてないところはまだ行ったことがない場所ってことなんだろうけど。ここなんだ。あ、ここはホグズミードか。はい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 。森。とりあえずホグワーツの地図。で、待って、クエスト。敵にインセンディオを使用する。敵にインセンディオを使用するっていうクエストがあるな。なるほど。ちょっと待ってください。じゃあ適当にそこら辺歩いて怪物見つけたらインセンディオぶつけましょう。よし、そうしよう。怪物というか雲、雲ね。あ、いる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 。いるぞ、ちょうどいいところに。インセンディオ。はいはいはい。悪いね。あー、回復するまで結構時間が。あー、距離が。僕の魔法の実験体になってもらうよ。かわいそう。足は8本もいらないよ。かっこいい決め台詞だぜ。足は8本もいらないよ。あ、ここにもあるぞ。マーリーの試練。これレベリオン。だよな、これ。なんか落ちてるな。なんこれ。アッシュワインダーの卵だ。何？せっかくだからやる？ルーモス。ここか。ゼニアオイ。オッケー。アクション。はい、ここレベリオで、あとは
ここにボールがあるから、あ、アクション、ここだ。サザエさんの気分だよ。そしてここ、あ、奥にある。サザエさん、サザエさん、タタラタラタラ、サザエさんは愉快だなあ。オッケー、そうだね、簡単だった。これで持てる装備品が増える、助かります。さてと、あと敵を探す。ふらふら歩きながら、敵を探す。高いとこ行ってみよう。中国の気球。敵いないね、高いとこには。うわぁ、景色が綺麗。いた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 。闇の夜剣。インセンディオ。よし。オッケー。よっしゃ、課題クリア。アクション。あとはただ倒す。サンキューです。結果はゲット。よっしゃ、帰るか。ホグワーツの地図。エキャット先生の課題。で、マップにして。エキャット先生の近くってどこだっけ？こっかな？今度は何をするの？エキャット先生、魔法教えて。新しい魔法。お、授業だ。おー、わー、楽しい授業。セバスチャン、こんにちは。私が頼んだことを全部終わらせられたかい？もちろんです、ヘキャット先生。先生、新しい課題が全部終わりました。よくやった。じゃあエクスペリアームスを教えよ。エクスペリアームス、よく見ておきな。最強の闇の魔法使いが相手でも武装解除呪文だけで倒せるなんてこともあるんだからね。武装解除呪文。呪文を使うには精神集中と安定した杖さばきが必要だよ。オッケー、はい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 、覚えた。素晴らしい。ここのダミーで好きに練習しておくれ。オッケー、エクスペリアームス、これか。あ、待って、説明ある？ない。これだ。大抵の敵は杖や武器を手放してしまう。何も持っていなくても全ての敵にダメージを与える。強すぎじゃない？エクスペリアームス上達してるよ。サボるんじゃないよ、はい、いつかエクスペリアームスで命拾いするかもしれない。うん、エクスペリアームスレビオン。すげえ、このコンボ最強。やったー、覚えたぜ。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしましょうか。ね、あのゴブリンの商人の手助けもして、野営地で、あの、ランロックのね、信奉者も倒したし、新しい呪文もゲットしたし、かなり順調なんじゃないでしょうか。ああ、楽しかった。マリーンのね、試練というか、謎解きも2つぐらいクリアしたから、装備品もたくさん持てるようになったし、一応、チャレンジで、何か
えるようになったから。ああ、装備の特製レシピ報酬ってのを手に入れた。こんなのもあるんだ。あとは？おお、幸運のレプラコーンの手袋。わあ、首席のマフラー。ゲットゲット。あとは？これも手に入って。周りの試練を2回解く。イベントリ拡張の報酬。装備の保管数増加。あ、これをやんないとダメなんだね。OK。やった。はい。あ、だいぶいい感じですね。で、装備も強いものが揃ってきてるので、変なメガネ。いや、なんだこれ。こっちの方がいいし。帽子もこっちの方が強い。見た目は変える。マフラーも新しいの手に入った。見た目は変える。ローブは、ああ、そうでもないか。この伝説のね、ローブあるからね。マントね、これもあんまり強くない。オッケーオッケーオッケー。でもいい感じです。手袋の見た目変えようかな。これもかっこいいな。あー、これかっこいいな。これにしよう。あー、かっこいい。男前。杖の絵はこれで OK。 はい、というわけでこんな感じで、お、防御力ももうちょっと100いく。攻撃力もだいぶ強くなってきましたので、また次回も続きやって、今度はメインのクエスト進めようかな。薬草学の授業を受けるついでに、この毒の勇気やって、まあ、タイミングあったら、杖十字会にも行って、戦ったりもしましょう。というわけで、以上、ハンサムクロジでした。ありがとうございました。バイバーイ。